なこれ FM 小田の歌、はい、FM 小田のそうだろ土曜23時大道の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 ラップゴー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 土曜23時大道の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 ラップゴー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 大道の登場。はい、土曜日23時は大道のラップトゥゴーをお届けしましょう。この番組は日本語ラップアーティストによる日本語ラップのための番組。毎回1アーティストにフォーカスして大道セレクトの日本語ラップを土曜日の夜にお届けしております。私が DAIDOU 大道でございます。よろしくお願いします。先週ね、急遽お休みいただきまして申し訳ございませんでした。先週流すって言ってた、今週はですね、先週流すって言ってたんですけど、まあ今週になっちゃいましたが、本日はゆき aka ジュトさんの曲をガン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 流していきたいと思います。これいつも、毎回ね、番組の冒頭はダイドの曲を流してるんですけれども、まずは、まあ、なんで今日これねやるかって言ったら、まあ、要はこのツイッターね、私のツイッターをチェックしている方はもうお分かりかもしれませんが、まあそのユキ AK 受刀さんのポジティビリーっていうね、ポジティブリーかっていう曲を、大道バージョン、俺がリミックスしたのを作って、まあ YouTube にももう、6月3日ですかね、アップしました。まあそれもね、このFM 小座に前やってるね、ゆうさんとやってた番組の時に、まあね、たまたまゲストで来てくださって、まあポジティブな言葉と音楽を発する DJ 大道とってね、そんなね番組の冒頭でね、そんな挨拶をしていたところ、ポジティブと言ったらね俺だとまあジュトーさんがねポジティブな曲があるということで、まあなんかリミックス、その番組内で確か言っちゃったんですよね、ああやりますよぐらいので。ね、もうなかなかね俺も体調が良くなくて、やっと完成したって感じで、まあ1年越しになってしまいましたが、やっと完成したので、まあそれをね今日流したいなと思っています。まあ先にね、まずねオリジナルのこのユキ AK 受刀の、まあ、ポジティビリを聞いて俺の流したいなと思います。まあね、そのね違いというか、俺がやったらこうなるんだよって、このリミックスね、それがリミックスね面白いとこだと思いますので、まあね聞いてもらいたいなと思います。まあ、名義は DJ ヤズ&ジュトになってますね。ポジティビリー。
これが DJ Yaz and Juto でポジティビリー。では続きまして、この曲の俺バージョン、ポジティビリー大道バージョン、もう YouTube でもアップしてます。めっちゃ可愛いね、子供が踊ってるミュージックビデオにしました。もう子供がね、俺の中ではもう最高にこれポジティブだなって思ったんで、まあそのね映像を使わせてもらいました。本当はね、結構俺もいろんなところで撮影してて、フロリダとか宮古島とか、まあ沖縄本島でも撮ってたんですが、結局まあね子供の映像に、しました。まあどっかで大道バージョンのねミュージックビデオも作れたらいいなとは思いつつ、とりあえず聞いてください、ポジティビリ大道バージョンです。久々の新録ですね。We are thinking positively. We are thinking positively. We are thinking positively. ネガティブな話聞きたくない。Get get get 超ポジ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 。俺もネガティブな話聞きたくないし、暗闇の世界行きたくないし、見たくない嫌なニュースばっかばっかじゃねえの。テレビさんエネミーじゃん、せめに愛とか争いとか怒り、涙なしでは見れない。今に始まったことじゃねえけど、ハッピーなチャンネルあってもいいよね。少しでもいい気分で俺は胃を踏んで遊んでるぜ、たまらなく楽しい。過去の傷も未来の傷もあるから強くなれる。いつも誰でもなれるネガティブじゃん、反対行けばポジティブじゃん。万歳万歳万万歳、こっちの世界にいらっしゃい。 We are thinking positively. We are thinking positively. We are thinking positively. ネガティブな話聞きたくない。生きてるってことが最大のポジティブ、ご存知こんな調子オン。俺が大道太陽浴びて勇気凛々、無名の新人だが数年後にはどうだ、超えていくボーダー No doubt、 特に思考はぶっ飛んだ。下げんな上げんだ、冷めんな甘えんな、できませんは言いません、内臓という時間はありません。なんかあったら上見る、空見る、自分の小ささ感じて生きてみる。意外にそれ悩む必要あるの、1ミリでもいいから前歩こう。早く早く行こう、今嫌なこと忘れよう、もうそれは過去、自分にかける魔法。ついてる乗ってる持ってる、ついてる乗ってる持ってる、生きてる生きしてる生き生きしてる、これでバッチリでも必ずやってくる、バトルスのために。 We are thinking positively. We are thinking positively. We are thinking positively. ネガティブな話聞きたくない。聞いてもらいました、ポジティビリー大道バージョン。
こんな感じでね、原曲とはねまた違う感じになったんではないでしょうか。ツイッターねやってますので、今日流す曲もこちらにタイトルつぶやいていきたいと思います。ツイッター名は、アカウントは I am Daido IAMDAIDOU IAMDAIDOU で検索してください。今日はね、ではユキ AKA ジュトさんの曲を流したいと思いますのでね、プロフィール読んでいきたいと思います。15歳の時にクラブアクア巣鴨でのライブ出演を皮切りにラッパーとして活動開始。埼玉出身。2005年前半には DJ カズ宮山プロデュースマキシシングル My X Baby を制作。その後たびたびニューヨークに渡米し、2006年にはイエロータリバン名義で Come Up Vol. 1をストリートで発売。ソロ活動を続ける最中、同年代の仲間とクルーサクエクセスを設立。都内を中心に地方営業やミックス CD などストリートに向けて活動中。2007年にはディスパッチ81を組み、フロントマンとして多数のライブ活動を得て、2007年12月テレビ東京系リュハール主催 R フェスタ、2008アット新木場スタディオコーストでも優勝を勝ち取り、世間にそのスキルを見せつけた。これ多分俺はもう完全にテレビで見てましたね。その時の年齢はなんとまだ18歳。しかしメンバーとの方向性の違いにより、現在ディスパッチ81は現在活動休止中。現在はスタッフ育成、そしてソロユキ AK ジュトーとして活動展開中。2009年ビーバーパークにも出演参加し、その勢いは増すばかりで、電主催するライブバトルイベント A プラス東京シェットライブバトルでも誰もできなかった5連勝達成。そしてその実力伝に認められ、2010年にはユキ AK ジュトーとして伝のアルバムストリート文学に参加。 DJ ダーディグレイズ AK ジブラ、 DJ ノーブ AK ボンブラッシュ、ミスタービーツ AK DJ セロリを中心とする黒船ツアーにも乗船。若干22歳でストリートからの退いて、今東京では期待の新人としてその名を浸透させつつある。2010年8月27日はユキ AK ジュトー楽曲のみのミックス CD The Coming of ジュトー発売。その中の楽曲 We Go トレジャーボトルより、独占配信中 VNECT/VMIX など話題の曲のフィーチャリングにも参加。2011年6月8日に自身のクロスタックエクセスから DJタツキ&DJ チャリによる ACE Time JP &US Mix CD を発売。その中の JP サイドには自身を含めた次世代のエクスクルーシブ多数収録し、東京新時代のエースの登場を予感させるこのところ、ユキ AK ジュトー要チェックとプロフィール読ませていただきました。そんな感じで、じゃあ CM の後はねたくさん流していきたいと思います。
土曜23時大道の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 ラップゴー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 土曜23時大道の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 ラップゴー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 大道の登場待たせ。はい、土曜日23時は大道のラップトゥーゴーをお届けしましょう。この番組は日本語ラップアーティストによる日本語ラップのための番組、毎回1アーティストにフォーカスして日本語ラップをお届けしております。今夜はユキ aka ジュトさんの曲をガンガン流したいと思います。まずは DJ ヤーズ&ジュトで Have a good time。Have a good time, DJ Yaz and Jute をお届けしました。次は Let Go。
レゴデジヤーゼンデジュート。はい、レゴをお届けしました。次はクリアプロデュースバイユータドットコムユキ AK ジュート。クリア聞いてもらいました。ユキ AK ジュート。次は Sing for Living。
Sing for Living Digi Years and Juta、 こちらね、あのインターネット上でフリーでダウンロードできますので、 YSJ というアルバムから流しました。ここで一旦 CM 入ります。土曜23時大道の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 ラップゴー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 。土曜23時大道の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 ラップゴー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 。大道の登場、はい、土曜日23時話題のラップ2がお届けしましょう。この番組は日本語ラップアーティストの日本語ラップのための番組、毎回一アーティストにフォーカスしてガンガン日本語ラップ流しております。今日はユキ AK 受刀さんの曲を流します。その前にツイートいただきましたね。ルーンバウさん、おすすめから来たよっていただいたんですけど、これおすすめどうに入ってるんですかね。そんなおすすめされるようになったんですか、小座さん、 FM 小座さん。まあありがとうございます。今日はね、ゆきゆき受刀さん流しますんで、ガン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 盛り上がっていきましょう。では早速もう後半戦ですね、流しましょうか。なぜ
聞いてもらいました、ゆき AK 受刀で、なぜ、まあ、風営法ね、が、まあ、テーマになっています。そしてツイートをいただきました、ゆまちんさん、初見ですと、はじめまして、DAIDOU 大道と申します。ツイッターね、I am 大道、アカウント名、I am 大道、IAMDAIDOU で、今流している曲などもつぶやいていきますのでチェックしてください。ありがとうございます。続いてレッピーマイフーツ。Yep. Yep.
聞いてもらいました。レッピーマイフール。クレジットはね、こちらも DJ ヤズ&ジュトになっています。続きまして、レイニーデイズ。こちらはレイニーデイズで、ユキ AKA ジュト。今日はユキ AKA ジュトさんの曲を流しております。そしてスタジオにはフロムウルトラマイクからウルトラマイクの松田ですよ。お久しぶりぶりですけど、覚えてますかみんな、皆様。いえいえ、もっとなる、もっとなる、も前回、いつぶり、前回はいつぶり、いつぶり。またこれなんか電話鳴ってんなと思ったらガラス越しで、ガラス越しに今日もお邪魔してますウルトラマイクの松田です。いえいえ、何か宣伝とかあるんですか？宣伝は、はい、今日のイベントなんですけど、お今日 トゥデイ今日ですね、はい、今日ジャングルスタイルっていう、はい、コザのお店でですね、はい、DJ& 仲、テーマは仲良くいという、仲良くい、仲良くい、ゆっくり、うん、音楽
聞こうじゃないかっていうパーティーやってるんで、うんうん、はい、エントランスはフリーなので、もしお近くで遊んでいる皆様がいらっしゃるのなら、はい、ぜひ足を お運びお願いします。どの辺ですか？ FM こそから近いですか？近いですね、とても近いですよ。とても近い、はい、100歩ぐらい、100歩500歩、100歩200歩ぐらいで、100歩200歩ぐらいで、何時からですか？もう10時から空いてるんで、もう始まっているんですけど、あ、もう始まってるんだけど、はい、今サボってんだ。じゃあサボってますね、はい。集客してんだね今ここでね。そうですね、あのこうあのチラシ配りみたいな、あ、なるほど、気持ちを忘れずに、はいはいはい、楽しそうじゃん、はい、はい、なるほどね、ありがとうございます。大道と松田で、大道と松田お送りします。今日はね、まあ、ゆきAK樹とさんの曲流します。ちょっといい夢って聞くだけちょっと最後流したいんで、聞きたいですね、すいません、いい夢っていう曲流します。お願いします。Yeah! 今日は
ゆうき AK ジュートをお届けしました。これがいい夢って曲です。皆さんいい夢見ましょう。来週はアクロ流しますので、来週もね土曜日23時は FM 小田に遊びに来てください。そして最後ねゲスト飛び入り出演してきましたので、あとね2分半ぐらいあるみたいなんで、フリースタイルやってお別れしたいなと思います。 Are you ready? Are you ready? OK? OK、いつでも OK、 ビート、okay. ビートはなしでもいいか、いいぜ始める即興なフリースタイル今日がメイデイなんて知らないで、遊びほうけてお家に帰るなんてわけわからないことなら一緒に置いといて、洗濯機に流して頭をクリアに広げて、今日はこういうタイミングで会えてよ、音は一人でも奏でるミュージック、三つ星青 T 前にはダイド、ビートはなくてもつなげるフロー、フローしながらまた奏でるよ、ウォウォウ、 FM 講座、yeah. FM 講座、ウォウォウ、 FM 講座、隣マッチかアゲダのウルトラだ、 yeah. FM 講座、これはライブだぜ見てちょうだいなFM 講座、今からパーティーをしようかな、 hey、Yeah, yeah, see you next time ね。お気をつけて、楽しんでてちょうだい、沖縄シティ。Yeah, yeah, yeah, DJ ダイド。Yeah, yeah. 土曜日は間違いなく、ここで、俺はいつも飲んでる。Yeah, じゃあいつでも来いよ、松田。俺がダイド、いつでも会長。会長。っていうか今日ももちろん絶好調。ゆき AKA ジュート。流して俺は元柔道。部だったけどそんなの今は関係ねえ、ラップばっかりしてるぜ、ワンツーワンツー、いきなり乱入してきたぜこいつ、マジでやべえバイブス、お前がいれば退屈なことなんかないかもしれないな、土曜の夜中今日はフリースタイル、いい感じで上がってこう、この後パーティー、いやー DJ ダイドあのはい DJ ダイドありがとうございます。ありがとうございます。ひょんなことからガラスの向こうに、向こうから流れる音は俺の懐かしのヒップホップチューン、あの頃聞いてたヒップホップチューン、通りの向こうのガラスの向こう側、ダイドが選ぶ音、それ奏でたらリベが目の前通るから、 FM 小座からフリースタイルだ、ウルトラ松田はこういうタイミング大好き、残りは7秒だ、よいよ毎週この FM ダイドがやってる FM、 よ小座をチェックしてくれよ、ありがとう小座もの people、ありがとうございました。やばい、しんどい、楽しかった。いや持っていくね、持っていくよ、その何分間で本当にありがとうございます。いやサンキュー、サンキュー、まだ2回目だよね、大丈夫、こうやってこれいつぶり、本当に前回のこれぶりだよね、これまだユーストリーム流れてるの？前回これぶり、こんな感じだった、前回も前回もそうだ前回もこんな感じだ。ありがとうございました。ありがとうございました。